ました。どんな景色が見えました？サンド見て、本当にヤクルトファンの、皆さんがね、グラウンド一面に、いましたので、ね、ものすごいいい雰囲気で、素晴らしいゲームができました。時の気持ちというのはいかがだったでしょう？まあ、私も含めてね、選手も本当にずっとみんな苦しい思いでね、戦ってましたんで、力が全部抜けるような、そんな感じでした。受けるゲームがないような本当にずっと苦しい戦いの中だったので、本当に苦しかったです。そんな中、選手たちは今年も打撃陣はすごかったですね。はい、もうみんながね、トミーにとって、打ってくれましたので、本当に活気があって、非常に良かったと思います。戻ってきました。これ大きかったじゃないですか？そうですね、後半のね、苦しい時に戻ってくるので、チームがね、ヒントが生まれた、そんな感じでした。先ほど輪の中に監督が入っていた時に、まあ、各々選手にいろいろ声をかけたと思いますけれども、今ちょっと待ってから選手に、全体の選手にどんな言葉をかけたいですか？いや、本当によくやったんでいたいですね。はい、最後の方、ほぼこの神宮球場満員でした。この声援後押しになりました。いや、本当にね、もうずっとファンの、ね、声援が、ね、後押しになってね、力強く、試合が、ずっとできました。ありがとうございました。皆さんと最後には喜びを分かち合えるように精一杯頑張っていますので、今後とも